今接続中で、はい、今レコあの録画が始まりました。すいません、すいません、ちょっと今もう録画始まっちゃった後で申し訳ないんですけど、録画される方が録画されるのが嫌な方はぜひ、画面をあ、そうね、カメラをミュートするなりお願いいたします。はい、一応申し込みの時にやって手続きしていただいた通りですね。はい、それでは早速画面を共有させていただきます。こちらですね。はい、ちょっと待ってください。よいしょ。はい、それでは最初にですね、間違えちゃいました。間違えちゃいました。すみません。はい。はい、はい、ではこちらがスライドになります。はい。今、最初にこちらに書いてありますが、もしですね、皆さん の, 友達とか、お知り合いの方がこの Zoom の中にいらっしゃったらですね、ぜひプライベートチャットで挨拶をしてみてください。でワークショップの間もそうやってどんどんコミュニケーションしていただいて結構です。よろしくお願いします。ただ僕の方はですね、ちょっとチャットがちゃんとフォローできるか分かりませんので、これからご紹介しますが、Google スライドの、質問Q&A の機能がありますので、僕への質問はそれを使っていただければと思います。よろしくお願いします。はい。それでは本日は、オンライン授業を Google 系のアプリだけでインタラクティブにする基本的な方法ということについてご紹介させていただきたいと思います。そうですね、ちょっと今日の皆さんの参加される方がどのぐらいこういうのを使ってらっしゃるかの、ちょっとデータが足りないので、もしかしたら人によっては難しすぎるとか、あるいは人によっては簡単すぎるということがあるかもしれませんが、なるべく困ってらっしゃる方のフォローを優先させていただきたいと思い、優先させていただければと思っております。はい。はい、本日の予定は、90分なんですが、ワークショップが75分で、最後の Q&A が15分ということになっています。で主にですね、Q&A 以外に3つの、アクティビティを、やってみようと思っておりまして、最初はですね、これ順番にですね、共有の、リスクを取らないで済む方法から、最終的にはちょっと、かなりちょっとだけ面倒くさい、なんていうかね、変な人が来ると、変な風に編集されてしまうリスクがあるような、要するにリスクの低い順番から並んでいます。最初は共同編集の共有なしで、Google フォームだけで、学習者からいろんな、情報を得る方法ですね。で、これ最初に僕が教師で皆さんが学生の立場で、体験していただきます。それがメインルームですね。で、その後ブレイクアウトルームで皆さんに実際に、この Google フォームで、僕はテンプレートをいくつか作っておりますので、それをもとに作成していただいて、それをブレイクアウトルームの中で共有していただくというのが最初のところです。で、2番目は Google ドキュメントをコメントモードで共有します。で、これは本文は編集することができませんが、コメントだけで、コメントをつけることができるというタイプの共有ですね。はい、で最後にその本文そのものも編集できるというモードの共有をします。でこれはショー&テルとか、ライトニングトークっていうタイプの授業活動ですね。それにとても便利なもので、これもですね、最初と同じように、まず最初にメインルームで私がやるのを体験していただいて、でブレイクアウトルームで、作成と共有をしていただきます。で、感想を書いていただくのも、これも Google ドキュメントの編集モードを使います。それからですね、今右上に今ちょっとコピーしますね。はい、ここにリンクがありますが、これはこの、Google スライドのリンクです。今からこれをチャットボックスにペーストしますね。はい。チャットボックスにペーストできないな。はい、できました。はい。今チャットボックスにペーストしました。今のリンクを、皆さんがパソコンなりスマホで開きますと、今僕が皆さんに見せているこの
スライドを見ることができます。で、特にこのスライドはリンクがいくつか貼ってあります、ので、その場合はこちらの、皆さんのお手元の、Google スライドからリンクを開いてみてください。はい、じゃあですね、まず最初にQ&A の、方法なんですが、ちょっと待ってくださいね。はい、今ですね、画面の上の方に、Ask Question at Slides App Google UTAMK という、こういう新しいリンクが出てきました。これは、この Google スライドの、Q&A という機能ですね。じゃこれも一応、チャットボックスにペーストしますね。皆さんが、使いやすいように。はい。で、これは、で、ここにですね、僕への質問はこちらにお願いします。で、参加者の皆さん同士の、話し合いとか、そういうのはコメントとかですね、そういうのはチャットボックスを、使ってください。で、できればですね、この1時間半というか、まあ、75分ですね、実際にワークショップ75分の間に、できれば質問1人2つぐらい、投稿してみてください。で、他の人の質問も見て、それでいいねも、できれば10個ぐらい、やってみてください。で、そうするとですね、いいねが多い質問が上の方に表示されます。つまりその、みんながその質問を聞きたいと思った、そういう質問から順番に表示されるようになります。で、僕はですね、その順番に上の質問から一つ一つ最後に答えていくという形にしたいと思います。で、これやり方はですね、これ皆さんも、Google スライドを使える方はご存知だと思いますが、普通はですね、このスピーカーノートっていうのは出ているんですね。このスピーカーノートではなくて、ここの、オーディエンスツール、ここをクリックして、で、下の方にスタートっていうのがありますから、それを押すといつでも皆さんもこの、Google スライドの Q&A のツールを使うことができます。はい。はい。ではですね、最初はその Google フォームをそのメンティメーターとか、スライドっていうんですか、のように使う、方法を、簡単な方法をご紹介します。メンティメーターとかスライドは、アプリとかですね、スマホとか手元のアプリで、学習者の反応を見るのにとても便利なんですけど、無料バージョンはどちらもですね、確か、質問3つしかできないとか、そういう、かなり限定されています。で、4つ以上使いたいときはお金を払わなければいけないんですが、Google フォームでも同じようなことはできますし、こちらは無料ですので何個でも、質問をすることができます。で、僕が提案したいのは、Google フォームの中に質問が1つしかないっていう、そういうものですね。で、これをですね、いくつかテンプレートを作っていますので、これも、まずはこれをチャットボックスにペーストしますね。はい、今チャットボックスに新しくペーストしたのが、この、テンプレートです。じゃあちょっと僕もこれを実際に、じゃあこれからやることをまずご説明しますが、要するにこのテンプレート集から適当なテンプレートを選んで、これテンプレートですからそのままは使えませんから、そこからコピーを作成して、でそこに送信ボタンからリンクをコピーして、でそのリンクをこの Zoom のチャットとか Google スライドに貼り付けると。で、皆さんが回答したら、そのレスポンスのところを見ると皆さんの反応がわかるという、非常にシンプルなものです。はい、じゃあ僕の方からやってみますね。といっても質問まだ考えてないんですけど、どうしましょうかね。じゃあまず最初の、はいかいいえだけで答える質問。回答は円グラフになります。これを、僕の方で実際にやります。じゃあ、このリンクをですね、こうやって開きますね。皆さん見えてますよね。はい。で、そうすると、コピードキュメントという画面が開きますから、ここでメイクアコピーを、クリックしました。今、クリックしたところです。はい。じゃあ、質問どうしましょうかね。じゃあ、ちょっと今、皆さん、アメリカの大統領選挙をやっているところなので、皆さんはトランプ大統領が好きですか？そういう質問にしましょう。はい。はい。皆さんはトランプ大統領が好きですか？これははいかいいえで答えられる質問ですよね。はい。で、これを送るには、皆さんにシェアするには、この send から、
この、リンクを、リンクのマークを開いて、それでコピーですね。今コピーしました。はい。で、これを、このズームのチャットボックスにペーストします。あれ。はい。今、ズームのチャットボックスにペーストしました。質問は、あなたはトランプが好きですか？トランプ大統領が好きですか？はい。こういう質問です。じゃあ皆さん回答してみてください。とっても簡単ですよね。で、今の質問は、さっきの、質問のリンクを開くと、こういう形になっています。で、で、ここから回答を見るには、この右下の、この鉛筆のマークを押すんですね。鉛筆のマークを押しました。そうすると、この編集中の画面に移動することができます。で、このレスポンスを押すんですね。レスポンスを押してみました。はい。はいの人が、2割弱。あ、2割。ちょうど今2割ですね。で、いいえの人が、今、76% という感じになっています。トランプって美味しいの。はい。あのね、そう、はい。大富豪とかね、51とか、トランプしますよね。はい。まあ、こういう感じで、簡単に、学生の反応をグラフで見ることができるわけです。はい。それが今、僕がちょっとやって、ご紹介したところですね。で、これと同じような質問が、あ、ちょっと待ってください。はい。今はイエスかノーの質問のフォームでしたね。次は4択質問フォーム。これは ABCD の4つから1つだけ選ぶ質問ですね。でも使い方はみんな同じです。さっきと同じように、さっきと同じように、コピーを作成を選んで、送信ボタンからリンクをコピーして、そのリンクを Zoom とかでシェアして、回答を見るっていう、それだけですね。その使い方はみんな同じです。で3番目は、あ、これ2番目と3番目の違いは、2番目は1つしか選べないんですね。で、円グラフになりますけど、3番目は複数回答できます。で、回答は棒グラフになります。で、5段階質問フォームっていうのもありますね。でそれから、ここまでは、グラフになります。で、次はですね、短い自由回答の質問フォームと、長い自由回答のフォームもあります。はい。あとスライドもあるんですけど、これは最後に、今日の最後 のタスクでやりますので、このスライドのところはまだ開かなくても結構です。はい。それでは、それをですね、これから、はい、ブレイクアウトで皆さんそれぞれやっていただきたいと思います、ね。やっていただきたいと思いますね。で、ブレイクアウトでやっていただくことは、今と同じようにテンプレート集から実際にもうさっきと同じようにイエスノーでもいいし4択でもいいので何かの質問を作ってみてそれで同じ部屋の人に答えてもらってください。で答えてもらったらその回答のグラフを確認してください。でそうですね15分くらいあるのでできるだけその他の人の Google フォームその同じブレイクアウトの中の他の人のGoogle フォームにも回答してみてください。はい。では、ブレイクアウトルームを開きます。10人ぐらいいた方がいいですかね。再作成にして。さっきはちょっと人が少なすぎて、寂しい部屋があったので、今回は、15部屋にして、セッションあたり10名から11名の参加者あたり。します。で、これもですね、一応、オプションとしては参加者によるルーム選択を許可もします。はい。はい。それでは、セッションを開始しますので、それぞれのセッションに分かれて、この作業をお願いしたいと思います。はい。皆さんお帰りなさい。ですね。はい、あと30秒ぐらいで他の方も戻っていらっしゃると思います。あ、湯本さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あ、丸島さんもいらっしゃってくださってありがとうございます。加藤さんもありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。もう今、1分経ったところなので、どっと皆さんが戻ってらっしゃると思います。はい、はい、皆さんありがとうございます。お帰りなさい。はい、はい、いくつか、部屋を回らせていただきました。はい、部屋によってちょっとやっぱりあれが震度の違いがあると思うんですが、部屋の中で誰もうまくいかなかったっていうところはありますか？そういうところはないですかね。じゃあとりあえずその皆さんの部屋で誰か一人は、うまくできてそれを見ることができたというふうに思ってよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます、はい、それではじゃあ続けて、その続きをいきたいと思います、はいはい、今このブレイクアウトルームまで行ったところですね、はい、今度はもっと簡単ですが、ですね、ただちょっと一つ変わるのは、編集権限の一部を、共有するというところがさっきとは違います。ですが、全体的に例えば本文全部削除されちゃったりとか、そういう心配はない。本文はそのままで、コメントモードだけで共有するという、そういう感じですね。で、これは一番下にも書いてありますが、ソーシャルリーディングという、最近って言ったらもう2006年ぐらいから、提案されている活動の一つですね。はい。で、一つの、一つのテキストに対して、いろんな人が、コメントをするというタイプのものです。はい。で、これはですね、ここに映画、バーフバリという、インド映画の、数字が書いてあります。で、これを今皆さんの、チャットボックスにペーストしますね。はい。はい、チャットボックスにペーストしました。で、ちなみにですね、これはウィキペディア、一番下に書いてありますが、ウィキペディアを出典としています。で、ウィキペディアは著作権がですね、ちょっと特殊な形になっていまして、こういう利用の仕方をしていいという形になっていますので、もし、著作権の、ウィキペディアの著作権にご関心のある方は、ウィキコモンズで検索してみてください。はい。はい。なので、普通のテキストをこういうふうに使っていいかどうかちょっと微妙なところなんですけど、ウィキペディアは大丈夫です。はい。で、やっていただきたいところはですね、コメントしたいところを選択して、右側のプラスをクリックする、あるいはメニューからインサートに入ってコメントをするか、キーボードのショートカットでしたら、コントロールキーとオルトキーと M ですね。これを、これでコメントができるようになります。で、コメントの内容っていうのはですね、もうここはあまり深く考えないでいいです。ただ本当にソーシャルリーディングを皆さんで体験していただくということが目的なので、質問でもいいし、感想でもいいし、何にも思いつかなかったら、あいうえおだけでも結構です。ただ一応、バーフバリはすごくですね、もう熱狂的なファンのいる、作品ですので、バカにするような言葉はすみません、書かないでください。お願いします。はい。それから、同じ人が同じ場、複数の人が同じ場所にコメントしようとすると、ちょっとうまくいかない、消えちゃったりすることがあるので、なるべく他の人がコメントしていないところにコメントするようにお願いいたします。じゃあ、ちょっと僕も実際にやってみますね。はい。はい。あれ？これは、もうすでに皆さんがいろんなところにやっていますね。はいはい。ですね。じゃあ、例えばどうしましょうかね。何でもいいですけど、じゃあ。滝の下の世界です。これ、皆さん編集できないはずなんですけど、編集してます？もしかして。この辺にこれが、コメント以外できないですよね、これ。提案モードか。提案モードでやってるんですね。わかりました。はいはい。わかりました。はいはい。提案モードでやってる。今はですね、ちょっとコメントで、お願いします。はい。いいです、いいです。はい。じゃあ、どうしましょうね。例えば、芝紙というふうに、クリックして、こうすると右の方に、もう皆さんあるからわかりますね。はい。
柴上、これは、じゃあ女優さんは誰ですか？まあ、こんな感じの、質問をこういうふうにやって、この最後のコメントモード、コメントを押すと、こんな感じです。はい。はい。これはとっても簡単なので、すぐにできるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。あ、皆さんコメントモードで編集一応できるんですけど、それはこっちがですね、OK しないと、あ、コメントモードじゃない、その提案モードでもなるべくちょっとごめん、編集しないでください。一応本文皆さん読んでいるところなので、はい。じゃあ、これ僕の方で、どっかここが提案モードになってるっていうのは、エディティングモード、うん、ちょっと待って、そうか。まあ、いいや、はい。はい、じゃあ、ここがうまくいかない方いらっしゃいますでしょうか。これはそんなに大変な、タスクではないので、さっきのに比べるとですね。比較的問題ないんじゃないかと思います。どうでしょうか。はい。なんでこんなに発音しにくい名前ばかり。はい。あれ、バーフバリ初めて聞いた方いらっしゃるんですか。そういうもんか。ちなみにこれ前編と後編の、そのうち前編だけなので、この後、王の凱旋でしたっけ、そういう後半がありますので、ストーリーとしてはまだ終わってない感じですね。はい。あ、じゃあ大丈夫ですね。はい。じゃあ僕の方の画面は一旦あ、そうかそうか。こちらに戻りますね。はい。はい、じゃあ、皆さん、また、ズームの方のスライドを見ていただければと思いますが、よろしいでしょうか。はい。こうやってですね、一つの、テキストをみんなで、読むっていうのが、さっきも申し上げましたけど、2006年ぐらいからソーシャルリーディングというふうに言われていて、僕もとても注目している、活動の一つですね。で、その一つ、としてですね、日本語教師ブッククラブというのがあります。で、これは毎月1回ですね、日本語の先生が1冊の本を決めて、そしてその本を、みんなで読むという、毎月1冊ずつですね、そういうものです。で、これはコピー、チャットボックスにこの公式サイトのリンクを貼ってありますので、ご関心のある方は、チェックしてみてください。今はですね、問いかける技術といって、本当に今日のソーシャルネットワーキングアプローチの話にもかなり共通する話題の、本ですね。そういうものをみんなで読むことになっています。はい。じゃあ、これちょっと、もう簡単だったので、少し5分早いですけども、次に行きますね。はい。はい。次はですね、これはショー&テルとかライトニングトークというふうに、そういう授業で、使うのにとても便利なものです。で、一応、ショー&テル、ご存知ない方のために、まあ、簡単にご紹介すると、まだですね、あんまり、物事を、詳しく説明できない段階の、レベルで、写真とかですね、実物を見せながら、そのものについて話すというタイプの、まあ、プレゼンテーションの、とても簡単な、活動ですね。はい。で、母語としては、例えば英語圏とかでは、もう本当に幼稚園とかからやっていますね。だけどもちろん、第二言語の場合は、やっぱり言葉で全部説明するのは難しいので、実物を見せながらやるのはもちろん、成人教育でも大人でも、大学生でも中学生でもやれると思います。はい。で、それをですね、Google スライドにして、それでみんながその1枚ずつスライドを担当して、でそこに自分の名前と、見せたい写真とかですね、それを貼り付けると、このショー&テルがとっても簡単にできるんですね。一人一人
できますので、はい、それをちょっとやってみたいと思います。これやり方としては授業のところと実際にオンラインの授業の部分に分けています。授業のところでは最初に新しいスライドを作って、あ、ちなみに、アドレスバーにスライド .new というふうにタイプしてエンターキーを押すと、それで Google スライドの新しいスライドを作ることができます。で、まあ、表紙のところに何かトピックを書いて、その後に人数分のスライドを、追加しますね。で、それでそれをこの編集できる、最初はビューアーっていう閲覧者だけの立場なんですけど、そうではなくて編集できるモードで、皆さんに共有して、でその、リンクをコピーするというところまでが準備ですね。はい、でオンライン授業の実際の授業でやるところは、さっきのこのリンクをチャットボックスで、皆さんに共有して、でその学生さんはですね、他の人が編集していないスライドを選んで、それを教師から指示された内容に編集するわけです。例えば私の大切なものというような感じですね。はい、で順番にそのスライドを見せながら学生が話すという、こういうタイプの活動です。はい、それではじゃあ実際にこれをやってみたいと思いますね。じゃあこのスライドニューを開きます。はい、はい、じゃあここにですね、じゃあ今日もう本当に例の通り、私の大切なもの、あ、なんか変なのが入っちゃった。そしてちょっと慣れてないキーボードを使っていますので、すいません。はい。こういうタイトルにして、で、一番上に名前を入れる。名前。で、その下に、写真を入れる。という感じで。で、これを、もうたくさん。ですね、今日何人ぐらい？今140、実はこれ全、140人は同時にアクセスできないんです。最大で100人までなので、先着100名の方のみが、アクセスできるようになります。今、どんどんペーストしていて、今70まで作りましたね。これ100まで作ってみましょう。はい、これを100まで作りました。はい。で、さっきも申し上げましたけど、ですね。あ、ちょっとこれ邪魔ですね。このシェアのところですね。ここから、シェアします。あ、ちなみに皆さんに、僕がですね、最初のスライドを、今日のプレゼンで使っているスライドを皆さんにシェアしているときは、ここのパブリッシュトゥザウェブですね。ここからまずウェブに、出して、その URL を皆さんにやっています。で、これは皆さんが編集できないですよね。今日僕が見せているスライドは皆さん編集できないですよね。で、ですが、こちらはお互いにシェアできるタイプの、編集できるとかコメントできるという、そういうタイプのシェアをするものです。はい、これ2つ、シェアの方法が違いますので、ご注意ください。はい。はい、あ、そっか。これ、まず名前を付けないとシェアできないので、私の大切なものっていうふうに。もう最初から入っているので、これをセーブします。はい。で、これがですね、最初は、restricted、only people added can open with this link って書いてありますね。このままだとちょっととてもめんどくさいので、ここを change to anyone with the link というふうにします。はい。これが、anyone with the link に変わりました。で、ここがビューアーになっていますね。このままシェアすると、閲覧はできますが、編集はできないです。ですので、ここを、エディターにします。エディター。はい。はい。それで、コピーリンク。コピーリンクにして、ダンですね。はい。はい。では、これをチャットボックスにペーストしますので、これを皆さん開いてみてください。あ、今写真。はい。はい、ですね。はい。じゃあ今、チャットボックスにペーストしましたので、これ別に、あれですよ。本当に自分に大切なものであっても何でもいいです。カレーライスでも、何でもいいので、ちょっとやってみてください。はい。
で、他の人がアクセスしているところはこういうふうにですね、印がつき、なんか色がつきますから、こういう色がついてないところ、色がついてないところを選んで、それを編集してみてください。ちなみに今日はその実際に皆さんにショー&テールで話してもらうところまではやりません。この、スライドを皆さんに一緒に編集して、僕がそのうち何枚かを見せてみるという、そこまでにします。はい、なので皆さんは話さないでいいです。はい、じゃあまず上にお名前を書いてください。で、お名前も別に実名ではなくても、ニックネームでも、何でも結構です。で、多分ですね、今、149名全員はアクセスできません。100名しかアクセスできないので、編集できないという方がいらっしゃるんじゃないかと思いますが、その件は申し訳なく思っております。はい、ただ実際の授業では、あまり100人以上の方がいることはあまりないんじゃないかと思います。2番になんか瓶のようなものが。レモスコ。モッチーさん、レモスコ。はい。すいません。なんかね、これ、できれば一つのスライドは一人でやってください。はい。モッチーさん。消された。はい。なんか消されたって書いてますね。すいません。複数の人が、1枚の同じスライドを編集すると消えてしまうことがありますので、他の人が編集していない、今、例えば21番とか22番とか、これ誰も編集してないのが分かりますので、こういうスライドを編集してください。お願いします。あ、21番は誰か来ましたね。22番は誰も、まだ編集してないと思います。これもですね、もし学生でしたら、もちろんその出席番号で、自分の出席番号と同じスライドを編集してくださいとか、いうことができるんですが、ちょっと今日はすいません、それができてないので、ちょっとこういう混乱が起きております。2回も消されました。すいませんね、もう続きたくなさい。はい、そうです。白岩さん、ありがとうございます。これですね、100人までしか入れません。すいません。で、今、140人、148人とかいらっしゃいますので、中に、アクセスできない人がいると思います。すいません。そういう方は僕の画面を見ていただきたいと思います。はい、それではもうだいぶ5分ぐらいしましたので、もうこれで、やり方は大体わかるんじゃないかと思います。では、これをプレゼンテーションの形でちょっと見せてみたいと思いますね。はい。これが一番最初じゃないのかな。はい。はい、じゃあ最初は、じゃあ、これは例として、あれ、最初の僕が書いたやつも消されてますね。はい。私の大切なものというのは確かここに書いてあったと思いますが、消えてしまいます。で、これはその共同編集をしているので、やっぱりその僕が準備したものが消されてしまうということはあるわけですね。はい。はい、これ2枚目のスライド。小西さん、うまく貼れない。はい。鈴木まりさん、写真。はい。まあ、こんな感じで一人一人に、これを見せながら、まあ、ここを見せているときは、例えば浜地さんが、この、あ、サザンなんですか、これ。サザンオールスターズですね。はい。サザンについて話すという、こういう形ですね。はい。はい、で、望月さんが、ロック君という猫について話すと。こういう感じで、はい、一人一人がショー&テルで話していくというわけですね。はい。おととい食べたタイ料理、美味しそうです。はい。はい。じゃあ、これで、やることは、分かったのではないかと思いますので、はい。で、この後、また皆さんで、ブレイクアウトルームでですね、同じように、まず誰か一人が先生の役になって、
スライド .new から、作ってみてください。で、ただしですね、先生の人はちょっと Google のアカウントがないとダメです。なので、Google のアカウントがない人は、学生の役でお願いします。はい。で、同じ部屋の人にエディターとして、編集権を共有してください。で、つまりチャットボックスにリンクを貼り付けるんですね、さっきと同じように。で、他の人は先生役の指示したトピック。で、さっきは私、大切なものにしましたけど、まあ、それじゃなくてもいいです。はい。で、時間が余ったら他の人も先生の役になって、スライドショーから始めてみてください。はい。じゃあ、これはですね、15分ぐらいあればいいかな。はい。では、今から、じゃあ、さっきと同じブレイクアウトルームを開きますが、何か、困ったことがあったら、メインルームに戻ってきてください。はい。さっきと同じブレイクアウトルーム開きます。あ、一応自分で選べるにもチェックを入れておきます。はい、大丈夫か。はい。今ちょうど時間になりましたので、皆さんが、どーっとメインルームに戻ってくるときだと思いますね。はい。あっという間に来ました。はい。はい。皆さんお疲れ様でした。ほとんど多分ですね、大体の部屋回ったんですけど、結構皆さん普通にできているので、とてもびっくりしました。はい。もう本当にこの8ヶ月で皆さんの、ICT スキルがすごく上がったんだなということをなんか見て感動いたしました。ありがとうございます。はい。じゃあですね、最後に、ちょっと締めのような感じなんですが、感想を共有するというのは、これもですね、さっきと、さっきのバーフバリの、引用コメントと似ていることをしますが、今回はですね、提案モードではなくて本当に本文を、共有するというそういうモードで共有します。エディターとして共有します。で、ちょっとこれをコピーしますけど、今回は100行あります。で、その行と行の間に線があります。で、これもですね、先着100名しか今ちなみに画面って映ってます？画面映ってないですね。すいません。映ってないです。画面映ってます。すいません。はい。こちらですね。はい。うん、はい。今画面を共有していますが、今このみんなの感想という Google ドキュメントをこれから、チャットボックスで共有します。今度は編集権がある。提案モードではなくて、本当に例えば全部をまとめて削除しようと思えばできちゃう。そういうので、まあ、ちょっとある程度リスクが高いものです。はい。ですね。うん。で、やっていただきたいことは、はい。アノテーションありがとうございます。線と線の間に、今日の感想ですね。これまでの感想を書いていただいて、それだけです。100行あるので、1人1行っていうことですね。で、他の人が書いている部分には書かないでください。これも、色が変わって見えますから、誰も触っていない、誰もカーソルを置いていない、そこの行に今日の感想を書いてみてください。で、スマホの人はもしかしたらすいません、編集できないかもしれませんが、あらかじめお詫びいたします。はい。じゃあ、ちょっとこれを、で、僕もちょっと見てみますね、これをね。大丈夫かな。なんて、忙しいセミナーでしたか。いや、ここじゃなかった、間違えちゃった。はい。はい。いろいろな方のコメントありがとうございます。はい。
あ、スマホからできなかった方いらっしゃいますね、やっぱり。はい。で、遅れてできない学生の立場を経験できた。はい。はい、ありがとうございます。実際には、100人もアクセスしてないですね、これね。行の数を見ると、これ、行が100行あるので、でもここまでは行ってるから、でも50人アクセスしてるかどうかっていう感じですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。それでは、じゃあ次にもう Q&A のところに入ってみたいと思いますが、よろしいでしょうか。ですね。そうなんですよね。はい。学生番号とかで指定すると、こういうときは混乱がなくていいと思います。はい。はい、それでは、ですね、もう一回、スライドに戻りますね。ちょっと待ってくださいね。何番だっけ。はい。スライドに戻ります。はい。それではですね、Google ドキュメントからまた、こちらの Zoom の、画面共有の方、ご覧いただければと思います。はい。では、最後に、先ほどもご説明しましたが、その Google スライドの Q&A を、使って、上の方から、じゃあ、今ですね、まだ、質問をまだ書いてない方いらっしゃるかもしれないので、じゃあ、この1分ぐらい待ちますので、質問の投稿と、それから、他の人の質問にいいねを押す。これもちょっとやってみてください。はい。はい。じゃあ、皆さん、質問ポス、あの、投稿して、かつ、他の人の質問にいいねを押すというのをよろしくお願いします。はい。それでは、じゃ上の方からどんどん答えていきたいと思いますね。はい。はい。じゃあ、プレゼント、本当に一番上これなんですけど。いつ頃ですか？あんまり覚えてないですね。多分エジプトに行った時かな。いや、違う。エジプトからハンガリーに行った時ですかね。なので、真面目に答える問題かどうか分かりませんけど、2011年とかそんぐらいだったんじゃないかと思います。はい。次は、これは知らなかった。はい。まあ、これは質問じゃないので、ちょっとじゃあ、いきたいと思いますね。はい。それから、村上さんの、頻度です。選択、あんまり選択してないです。すみません。はい。ですね、2、3回、クリーニングに出したことがあるという、そういう感じですね。はい。Google、これは大事な問題かもしれないですね。Google 系のアプリをうまく使ってもらえない。ですね。はい。そうですね。もしかしたら Google Classroom の方が、それでちょっと、やりにくいっていうのはあったのかもしれないですね。特にその採点の、対象にしてしまうと、なんか自分でその自由に創造的にやりにくいっていうところはもしかしたらあるかもしれません。でもそうですね。まあ、それ以外にはあんまり、ちょっと申し上げられることはないかもしれません。はい。でも、あと、もう本当にですね、さっきも言いましたけど、数ヶ月前と今ではだいぶ状況違いますので、今だったらもう簡単に使いこなすという可能性はあるかもしれないですね。はい。次は、なんですかね。ですね。あ、これ。あ、ないか。はい。あ、ありがとうございます。これもね。はい。ズームを使って授業をしていますと。学生がスマホで、授業、そうかそうか。まあ、アプリを切り替えなければならず、煩わしさがあります。そうですね。まあ、そうですね。煩わしさがあります。まあ、もう本当にこれ基本ですけど、例えば Android とかでしたら、右下の方にこの、四角がちょっと重なっているような、要するにアプリの切り替えのボタンがありますよね。で、それでその複数のアプリの間を切り替えたりとかできますし、まあそういう基本的なところをもう抑えるしかないんじゃないかと思いますね。あともちろん、
切り替えの回数自体を減らすっていうこともできますし、で、Zoom の音声で話しながら、だけど画面はもう、プレゼンテーションを見ないで、その Google ドキュメントとかのそういう編集中のものだけを見ていればいいというふうにするとかですね、そのぐらいしかないんじゃないかと思います。すいません、あんまりいい答えになってなくて。はい、同じものは一つだけですけど、違うものがいくつかあります。はい。試してみたかった。はい。ありがとうございます。はい。ですね、スマホでも問題なくできるかっていうのはありますが、そうですね、アプリをダウンロードしてれば間違いないですね。はい。で、Google も、それぞれ のアプリがあります。専用のアプリがありますので、それがあった方が少なくとも間違いなく、いいと思います。はい。ですね、Google ドキュメントの提案モードでは、一旦ね、要するに共有した相手がですね、編集できるように見えるんですけど、それを受け入れるかどうかが、そのオリジナル のファイルのオーナーにあります。なので、拒否するか受け入れるかっていうのが、一つ一つ選べます。で、受け入れるっていうふうにすると、その他の人が編集した内容がそのまま本文に、反映されるというわけですね。はい。これでいいのかな？はい、大丈夫ですよ。できてますよ。はい。はい、そうですね。Google フォームテンプレートは、そうですね。Google ドキュメントですけど、閲覧のみの設定でシェアしています。はい。なので、皆さんが、あれはですね、本当に、リンクとかが消されちゃったら、ちょっと今日の、作業に差し支えがあるので、閲覧のみでシェアしました。はい。はい、楽しいと言ってくださってありがとうございます。はい。あとは、そうですね、匿名で質問もできるとか。初級の学習者にはっていうのは、これは媒介語がない場合ですかね。媒介語がない場合は、もう本当に今日やったみたいに画面を見せながら、やるっていうのが一番いいんじゃないかと思います。自分の操作している画面をシェアするわけですよね。はい、口で説明するのではなくて実際の画面を見せるというのがやっぱり一番いいと思います。あ、そうですか。プラスを押してもコメントできない、そういう環境があるんですね。ありがとうございます。はい、今日は雨が降りますかね。ちょっとわかんないです。ごめんなさい。はい。あ、コメントがね、ヘビートラフィックでしたか。はい。これはですね、同時編集ができるのは100人までです。先着100人までです。で、だけど、101人目からは編集はできないけど、閲覧はできるという形になるというふうに、公式サイトには書いてあります。でも、本当に、ヘビートラフィックの場合は、閲覧もできない可能性があるかもしれません。はい。バーフバリの、右端のプラス。ですね。これちょっとじゃあもう一回見てみましょうか。閉じちゃったかな。ですね。あ、そうですね。今、例えばここをこういうふうに押す。今、画面見えてますよね。僕の画面。はい。それで、こういうふうに一つを押したときに、一つを選択したときにですね、どっかの一部を。この右側のこれですね。これをクリックすると、こちらの方に、コメントが書けるようになるということです。はい。あれ、ここじゃなかったと思って。あれ、こっちに戻っちゃいました。変だな。はい、ちょっと待ってくださいね。すみません、質問が消えちゃいましたね。どうしてなんだろう。あ、わかった。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。あ、めんどくさい。これが今ですね、質問が消えてしまったのは、ちょっと原因がありまして、ですね、今画面見えていると思いますけど、これをそのまま押すと質問を出せないんですね。この右側のこれを押して、プレゼンタービューにして、それで、まあ、ちょっと画面見えてないかもしれませんが、オーディエンスツールというのを押すと、もう一回できるようになります。今見えてますよね。あ、ここですね。はい、今再開しているところです。はい、これがさっきのところですね。はい。では、これで大体質問にはお答えしたと思いますので、
はい、これでだいぶ、質問にはお答えしたと思います。あ、これね、よく聞かれますが、中国本土の学生と共同で何かするとき、Google 以外の造法っていうのは結構使えるんじゃないかと思います。かなり Google と同じような、共同編集のものができます。ただ、ちょっと最近はわからないです。もしかしたら造法も、ブロックされてしまっているかもしれませんが、ちょっと前は造法は、いいと言っている人も結構多かったと思います。はい、これでいいかな。あ、じゃあこれも大事ですね。はい。Google、学生が Google アカウントを持っていなくても問題なく参加できるか。これはですね、さっきの、タスクで言うと、一つのドキュメントに対してみんながコメントしたりっていうのはできます。あるいはみんなが編集したりすることもできます。だけど、元の、例えば Google スライドの場合は、オリジナルのスライドを最初に作ってから共有しますよね。その作る人はやっぱりどうしても Google アカウントがないとこれはできません。はい。あ、この Q&A のページはどうやって作るんですか？これですね、じゃあ、ちょっとこれももう一回見せますね。今ここに画面に出ているように、Google スライドのプレゼンテーションを始めるときに、普通はですね、この、スピーカーズビューが見えていると思うんですけど、スピーカーズノートか、スピーカーノートが見えていると思うんですが、そこではなくて、この右側のオーディエンスツールですね。これをクリックすると、これが見えるようになります。はい。あとはいいかな。はい。じゃあもうこれで、あ、ですね、ちょっと待ってください。これ、あ、これもあった。Google フォームで、円グラフか棒グラフか、作成者が選ぶことは、できないです。質問のタイプによって自動的に変わりますね。はい。あ、これもさっき申し上げましたけど、多分造法が今はいいんじゃないかと思います。はい、一つのアンケートでもいくつものパターンの質問を使うこともできますね。はい。